はーい、こんにちは、つかすでーす。ということで、今日もやっていきましょう。最近ね、毎日投稿できてないんですけれども、3月ですからね、3月末に小説を応募するということでね、もう今の段階で3月15日なので、まあ、2週間とちょっとですから、もうそっちにちょっと力入れて、まあ、4月になったらまたね、まあ、毎日投稿とかね、まあ、結構高い頻度で動画作っていきたいと思ってるんですけれども、やっぱりね、応募するにはね、めちゃくちゃいい状態でね、やっぱ出したいじゃないですか。ちょっとしたことでね、落とされるってこともなくはないからね、わかんないけどね。でも僕は昔、やっぱ最終選考に残ったことなんですよ。それはね、もう4、5年前なのでね、まあ、ある種効力は消えているのかもしれないけれど、それが自分の中の、まあ、一つこう、推進力となって、今はもう小説書いているわけですけれども、当時はね、応募しようっていう気はなかったんですね。でもその時まあ小説を書いていて、もう自分のためだけに書いてたと思う。暇つぶしのためにずっと書いてて、ある程度の量が溜まったから、あ、じゃあちょっと応募しようかなと。応募っていう方法あるんだと思ったんですね。僕はあまり応募するとか本当にね、考えてなかったんですね。で、昔はあったかもしれないが、今はもう自分のためにやってるっていうところが多い。人に見せるとかいうところはないんです。まあ小説書いてて、人に見せなきゃ意味ないよとか言う人もまあいると思うんですけど、僕は結局、まあ、自分の世界の中で、とことん何かを突き詰めるみたいなことが好きなので、それをずっとやってんですね。で、最近ね、こちら読んだんです。またこれだけの、動画作ろうかなと思うんだけど、これ高橋源一郎と山田栄美さんの顰蹙文学カフェっていう本なんですね。で、対談集です。これは、まあ最初対談集だけど、ゲストを呼ぶんですね。で、島田雅彦、中原正也、車谷長吉、古井義吉、瀬戸内寂聴さん呼ぶんです。で、3人で対談するわけですけれども、それが本当に良かったんですね。で、それは文学について語られていると。で、よく高橋源ちゃんなんかよく言うのは、文学っていうのは歴史があると。この小説っていうのは昔のこういう流れから来ているんだとかを大事にするんですね。でも最近の、まあ、0年代あたりになってくると、そういうことをせずに、そのまま自分の世界だけでドガーンとやってくるような文学が増えてきたと、小説が増えてきたと。そうすると、まあ、江藤淳さんをよく取り上げて、あの人は選考委員を辞めたんだと。江藤淳はその歴史からずれたところにあるようなものはどう評価したらいいかわからんみたいなことを言うわけですよ。で、なるほどって思うじゃない。よくね、これ話変わるかもしれないが、僕は文学の神様に愛されたいとやっぱ思うんですね。で、文学の神様っていうのはいるか知らないよ。でも僕が文学を愛し続ける、愛せば愛すほどね、まあ、具体的に言うとやっぱり小説を読むと文学青年になると。高橋源ちゃんだって文学青年でしたと、山田栄美だって文学少女でしたと、みたいなことをずっと書いてるわけですよ。で、僕も、あ、いい文学青年にならなきゃなと思うわけ。で、僕は結構ね、最近ね、ブックオフ行って本買ったりとか、で、ブックオフオンラインとかで100円の本大量に買ったりとかしてるんですけれども、最近はね、過去の文学を買うことも増えました。例えば、芥川賞の選考委員についてね、最近結構調べてるんですけれども、まあ、例えば安岡翔太郎あたりのね、大岡翔平とか、まあ、大江健三郎とか、開高健とかね、まあ、最近だったら小川陽子とか、川上博美とか、まあ、その辺の本とかも買うようになりました。もともと持ってたけれども、やっぱり特定のね、新潮文庫とか、文藝春秋とか、そういう出版社ごとに買わなきゃなとは思ってた。小川陽子なんか、新潮社もあるし、講談社もあるし、文藝春秋もあるんです。で、朝日文庫もあるしね。で、全部僕は揃えたいと思ってんのよ。壁一面にね、まあ、本棚があって、で、そこはバーッと時代順とかに並べたりとか、日本の文学っていうのがね、わかるようにしたいと思ってるわけ。僕はあんまり海外文学ってそれほど読まないんですね。熱心な読者ではないが、まあ、日本のね、文学はめちゃくちゃ好きで、全部集めたいと思ってんの。これまでの。で、それはまあ純文学ですね。純文学というと芥川賞の流れです。僕はもう芥川賞のウィキペディアずっと見るのが好きで、この人ってこっから出てきてんだとか言って、あ、新潮新人賞から出てんだとかさ、ずっと見ていけるわけ。これはやっぱり文学の歴史を知るということですよ。そして文学を愛したいと僕は思ってる、本気でね。
プロポーズみたいなもんだと思うんだよね。新人賞に応募するっていうのは、私はこれだけ文学のことを愛していますと、どうですかと、返事もらえますかと。でそれは1500人に1人しかいいですとは言われないわけじゃないですか。なかなかね、倍率の高いプロポーズなんですけれども、でそこで僕は愛されたいと思ってるの。なんでかっていうとね、過去の人たちね、まあ、高橋源一郎だって山田栄美だってそうだけど、過去の人たちはみんな新人賞で通過して作家になってるわけ。これ言うとあれだけど、僕の友達でね、作家になりたいっていう人がいるわけですよ。でもその人は新人賞にあまり応募しないと。で、なんでって聞いたら答えられないんですよ。なんでだろうとか言うんだけど、そのやつはもう大体わかるから、傷つきたくないっていう人間なんですね。一時とかで落とされたら、そんだけ俺の小説は面白くなかったということが証明されるために、小説の新人賞に応募しないっていうやつがいるの。その代わり俺は Kindle 作家でやっていくんだとか言う人がいるのね。もしくは俺は小説の一線から退いて素人の、まあ、小説家になろうとか、そういう人たちを発見する人間になるんだとかいう人もいるわけで、そういう人ももちろんいるんだよ。でそれはやっぱり長いね、でかいプロポーズ大作戦みたいなところから、やっぱり俺は無理なんだと諦めた人だと思うんだよね。で今の時代は小説家になるためにはいろんな方法があるんだとか言って言い出すわけ。でも僕はそうは思わない。僕はどちらかというと伝統的なね、まあ、その前には同人誌みたいなのがあって新人賞なんかなかったわけだけど、まあここ50年ぐらいは新人賞という伝統がありますから、僕はそれにのっとってね、小説を書いて応募してで受賞するっていう流れをやりたいんですね。それはやっぱり僕たちが読んでる作家っていうのはみんな新人賞に応募して受かってきた人たちがほとんどですから、そういう人たちを見習いたいと思うわけですね。Kindle 作家でね、例えばめちゃくちゃ成功してますみたいな人って僕聞いたことないんですよ。私は Kindle から出てきましたが芥川賞取りましたみたいな人って見たことないからね。直木賞だってそうだよ。大きな賞を取りましたみたいな人はいないと。それは文学の伝統から外れたところでやってるので、僕はあんまり興味ないんですよね。僕はやっぱ文学っていうのは今まで読んできてるからね。で僕のその友達はあんまり小説を読むの得意じゃないとか苦手だとか言うんですよ。だからそれは文学を読みたいんじゃなくて、俺はどれだけすごいんだって言いたいってことなんですよ。そういう人もいいんですよ。そう、プライドの問題なんですよね。前僕も話したと思うけど、プライドが邪魔してるんですよ。僕もプライドないからね、純粋にあなたを愛していますと、文学さん私と結婚してくださいと、結婚して結ばれるじゃないですか。でその時にできた子供が小説なんですよ。僕は結構純文学と結婚するんだとか言ってずっと言ってんだけど、昔から。でそれは僕はあの響ちゃんと一緒だと思ったんだよね。僕もそれほど読めてませんけど、響小説家になる方法ってあるじゃないですか。で僕も5巻かね、6巻ぐらいまでしか読んでなくて、最近は終わったんだよね、あれね。だから読みたいなと思ってんだけど、響ちゃんも別に俺の小説すごいだろうって言って応募したわけじゃないでしょ。ちょっとした力試しみたいな、私の書いた小説はどのレベルぐらいなんだろうぐらいで応募してると思うんですね。しびきちゃんは別に権力を振りかざしてとかじゃないんだよね。ただ文学に厳しいだけなんですよ。僕も文学に厳しく行きたいんです。なんかね、よく YouTube とかで小説家のなり方みたいのを素人さんがやってると、へえみたいな、なんかね、それおかしくねみたいなのがいっぱい出てくるんですよ。でもそういう人たちもいるんですよ。それはまあ僕と違うところでやってるし、別に僕が全部正しいとは思わないが、僕ね、だからね、文学に厳しくなりたいんですよね。だから人と喋ってる時にすぐ喧嘩を起こすんですよ。これも言ってたけどね、品種を買うのが文学者だみたいなこと言ってたけど、僕すぐ人を怒らせるよ。だってかなり論理詰めてね、理詰めでバーってやるから、その人ね、参っちゃうんだと思うんだよね。で、そういう人って大体、なんかプライドでやってるところあるから、なんかプライドを傷つけるんですよ、僕、めちゃくちゃ。ぐじ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 やってんの、こう、なんか小さい針みたいなので、こう、プライドのとこビーってやるの。そしたらその人、切れてたりするんですね。その程度なんだとか思っちゃうんだよね、結局は。その程度で文学やりたいんだとか思っちゃうんだよね。もうね、死ぬ気でやれやっちゅうと僕は思ってんだけど、まあ、僕が死ぬ気でやってるかどうか知らんよ。それこそ文学に愛される方法なんじゃないのかなと。つかつ、
文学に愛される方法みたいなのに、まあ、長くなりましたが、そのためにこの3月はそんなに動画を高い頻度で投稿するのがねちょっと厳しいかもしれないですね。ちょっと死ぬ気で頑張ろうかと思っております。まあ、今回は終わりということでね、高評価コメントチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは、スカちゃんでした。バイバイ。